これでクリムゾンフレームロボットモードになります。そうか、この台座もあるんでだいぶこう躍動感あるポーズ撮らせることができますね。こんにちは、スタルケルです。皆さん2024年明けましておめでとうございます。今年もスタルケルチャンネルをよろしくお願いします。ということで今回レビューするのはこちらです。トランスフォーマーよりクリムゾンフレームです。それでは見ていきましょう。ということでもう新年一発目のレビューにふさわしいねものを持ってきました。2024って書いてます。はい、これ別に国内販売多分してないと思うんですけど、このハズブロですね、海外の、はい、ところから出てるトランスフォーマーの、まあ、今年が辰年竜の年なのでおそらくこれが出たんじゃないかなと思いますね。はい、この竜の顔とかありますね。はい、で、はい、こんな感じで後ろも映っていると。これもうね、知ってる方いると思うんですけど、一応リデコの類になるんですよね。それが、まあ、何なのかと言いますと、まあ、後でちょっといろいろ比較とかもしていくので、楽しみにしていてください。中身が、はい、おっとこんな感じになっていて、なんだこれ、可愛らしい梱包がされておりますけれども、このね、はい、台座とかこういう武器とかがいろいろ収められてました、この小袋の中に。はい、じゃあこれね、取り出していきましょう。ということで中身を取り出すとこんな感じになっております。でこの後ろの方にはトランスフォーマー最後の騎士王っていう映画に登場したそのドラゴンたちもね一緒に置いております。はい、ということでまず付属品なんですけども、この台座があります。でこの台座にこうやってくっつけてあげて、でこれ武器なんですけど、この武器もこの台座にねこうやって取り付けて置けるみたいですね。はい、で反対側もこうやって、でこれもここにこうやってね取り付けて置けると、これもこうやって、はい、やってなんか全部こうやって取り付けられるみたいです。でさらにこの、はい、クリムゾンフレームなんですけれども見てください。いや、なんかこのやっぱクリアパーツの使い方がいいですよね。でこの顔もねだいぶ竜感出てて、しかもこのちょっと朱色みたいな、ちょっと濃いオレンジみたいな、この成形色めちゃくちゃ綺麗ですね。うん、はい、こんな感じになってます。クリムゾンの名にふさわしい色してます。はい、でこの尻尾もこうクリアパーツでできてると、軟質ですね。はい、でこれの口、はい、口にちょっと銃口みたいなところがあります。ここになんとこの炎のこのエフェクトを取り付けることができると、これで火を吹いてるみたいなね、本当にクリムゾンの名にふさわしいですよね。はい、でさらにここのね台座に、はい、ここ穴あります。このここにそれにこうやって差し込んであげて、でこうやってスタンドとして使うっていうこともできると。で一応これこのパーツがこの足の裏に穴があるので、ここにこうやって取り付けられるって書いてました。はい、こんな感じで。はい、ね、なんかこの竜がこの物理的な武器をこう手に掴んで使うイメージないけど、うん、この炎でなんか戦いそうですけど、一応こういうこともできるみたいです。はい、でなんでじゃあ今回これ後ろに用意したのかっていうと、なんと、スティールベイン、はい、こちら2017年とかかなに最後の騎士王あったんですけど、だからもう 6年ぐらい前ですよ。だからなんとその時のトランスフォーマーが今回、使われてるっていうねところ、はい、ちょっとね気づいた方いるかわかんないんですけど、ほら実はね一緒なんですよこれ。ほらこうやって並べてみると、はい、結構ね違う部分がありまして、まずこの大きい羽がなくなってます。はい、大きい羽がなくなっていて、この前腕でいいのかな、ここの部分の造形もほら変わってます。こんな感じでね、ほら結構長い腕からちょっと短めの、うん、ザ・リュウっていう感じ、こっちちょっとワイバーンっぽいですよねに変わってます。でもちろん顔もねほらこんな感じで、うん、なんかこう結構なんかなんていうのかな、こう西洋にいそうな
ね、なんかちょっとシュッとした、うん、やっぱね、なんかモンスター感ありますけど、こっちはもう本当竜ですよね。なんか中国とかにいそうな、うん、竜の顔してます。この角の形とか、うん、そんな感じがしますね、うん、クリアパーツ使われてたりヒゲがあったりとか、はい。そしてこの後ろ足いきましょう。後ろ足も、はい、こんな感じになっていて、この後ろ足結構ね丸いんですよね、はい、このスティールベインは。なんですけれども、こうがっしりとしたなんかこう足に変わってます。このスティールベインの方の足がここ結構肉抜きというか隙間があるんですよね。それがこの腕にこうちゃんとまといつくようにロボットモード準拠で多分作られてると思うので、なんですけれども、こちらね、はい、この竜モードでの見た目もいいような足になっております。肉抜きがこっち側、隙間がこっち側にあるんで、はい、なのでまあこう靴入れた時も別に対して見栄えも悪くないので、これすごいいいと思います。はい。でまあ尻尾の形もね、ほらこういうなんか葉っぱみたいな形からこういう炎に変わったりしてます。でさらにもうこれ一番いいなって思ったのが、ここ、この剣、武器があるんですけど、これをここに取り付けるんですよ。でまあなんかちょっとこうここの隙間をまあちょっとね、まあうん、隠してる風な感じがあったんですけれども、で、まあ、結構ねこの、うん、このここが気になってたんですよ、スティールベインって、この隙間が。なんですけれども、今回見てください、ほらこれ、このシールドでなんとここの隙間をなくしているんですよね。これが本当に素晴らしい。結構スティールベインって本当さっきも言いましたけど、ロボットモード準拠で作られてる風があるので、このドラゴンモードでいいのかな、はちょっとなんか見立て変形が多いんですよね。この足とかもそうですけど、うん、あとここがね隙間あったりとか、ここがもうめちゃくちゃ足だったりとかね、うん、ここの足が出てきてたりとかするので、結構その、まあ、見た目がね、うん、あれなんですけど、まあ、僕は好きなんですけどね、はい。それをもう今回のこのクリムゾンフレームにリデコすることによって、もうだいぶ見栄えが良くなってます。はい、こんな感じで、はい、っていうね、もう最高のリデコをしてくれたわけなんですよね。はい。でまあ一応スカリトロもね、はい、見ていきますけど、これはあの当時このスティールベインと同じ時期に、こっち一般発売だったんですけど、こっちのスカリトロンは、トイザラス限定っていうね、あれで発売されました。なので結構塗装がねこう細かくね、こう なんていうのこの青銅の鎧がこう錆びついてきてるみたいな、うん、こういうのがあったり、ここに紋章がね刻まれてたりとかするんですよ、ね、はい。こっちもねだいぶこうなんか汚し塗装がなんか流行っていて、この最後の騎士王の時、うん、で結構こうなんかよくよく見るとね、こういう汚し塗装が各所あるんですよね、っていう、はい、感じです。まあというね、はい、見てきましたと。あ、で一応このドラゴンストームという二体合体の三つ首竜がいるんですけど、はい、まあ、これもね一応出してきました。このなんて言うんだろうスティールベインつながりで、はい、一応出してきました。はい、こんな感じになってます。まあという感じで、じゃあ早速このドラゴン、クリムゾンフレームを変形させていきましょう。まずは一旦外してあげて、でここも外しますと。で一旦ちょっとここにつけておきますか、はい、この背中のシールドを外します。で、次は、じゃあここ行きますか。ここの尻尾を折りたたみます。はい。で足を下に持ってくると、こんな感じね。で、次はこの前足を後ろにこう持っていって、でちょっとこう畳んであげます。はい、こんな感じで。でそしたら、あ、こうするとここが胸でここが腰なんですけど、はい、こうやってあげて、ここの肩の部分ちょっとこう胸をこう開いてあげて、で、これですね、足をこっち側に向けますと。この尻尾と首がこの足で構成されてるっていうのがこのスティールベインの型の面白いところなんで、この
上の方の、はい、部分を下に持っていって、ここね、腰をこうやってここでグッとくっつけてあげます。はい、で足を前に向けると、反対側もここにね、はい、この首を180度回転させて折りたたんであげると、はい、いや、この左右非対称のね、この裏から見えるこの尻尾と頭が美しいんだよね、この肩は。はい、でこうなりますと。で、そしたらここの体を下にスライドさせて、はい、でスライドさせてあげて、はい、で顔出てきますと。で、はい、ここちょっと見えるかな、ここにギザギザがあって、そこにちょうどこうやってねくっつけることができます。反対側もここの、このなんかリアス式海岸みたいな、このギザギザこうやってくっつけてあげますと。で、そしたらこの腕ですね、はい、これ畳んで、はい、下に下ろして、ちょっとこうやって曲げて、で肩をこう出してあげると。で反対側もこうやって腕伸ばして、で、こうくるっと回転させて、はい、あげると。はい、これでクリムゾンフレームロボットモードになります。かっこいいよね、この、やっぱこのクリアパーツがね生えてるんですよね。でしかも塗装もめちゃくちゃ綺麗だし、こうなんかちゃんといろんな色使ってるんですよね。こんなこうオレンジとかちょっと濃いめの赤とかね、うん、なのでこうなんかのっぺりしてないっていうところがいいですよね。黄色がアクセントになっていいですね。で顔見てください、ほらなんか中国の武将みたいな、なんか三国志に出てきそうなね顔してますよね。これもいいですよね、このやっぱ竜って中国の雰囲気あるから、これそれをうまいことねこう顔に反映させてるっていう、はい。あ、で武器ね、はい、このさっき外したシールドはこの腕の横に取り付けることができます。でこっちの台座についている武器ですね、これは一旦全部外してあげて、でこれをなんと大連結させることができます。こうなったかな、こうか、はい、でこれはこうですね、はい、でこう長いねこう武器になります。ということでこれを、くっつけます。こうここ外して、ここにこうくっつけて、でこうですね、はい、こうやって持たせることができると。だいぶね迫力のあるなんか長槍みたいな、うん、感じになってますけれども、めちゃくちゃかっこいいんですよね、はい。でこの台座なんですけれども、こうくるっとね回転させて、でここの、はい、後ろの部分にこうね取り付けることができます。こうやってね飾っておくことができると。あ、でこの台座にねちゃんとトランスフォーマーっていうものも書いてあります。はい、いやいいですねこれね。これ逆だと、あ、逆だとちょっとあれか。でこれねここら辺でちょっと持たせたいんですけど、ちょっとさすがに無理ですね、入らないですね。やっぱこうか、うん、こうなりますという感じで。あ、でさらにここにこうやってねくっつけておくこともできるんですよね。はい、まあ、なのでこう自分の好きなこう取り付け方をねすることができます。いいね、はい。じゃあちょっとこっちのスティールベインもね、変形させていきましょう。はい、まずこの剣を取り外して、でまああれですね、この羽があること以外はそんな変わりないかな、変形に関しては。はい、一旦開いて、で足をどかして、ここ上から持ってきて下でくっつけると。はい、でここに尻尾を収納してあげて、で足を下ろすと。あ、やっぱこうやって見るとすごいこうね汚し塗装が分かりやすいですね。はい、でここ
こうやってで羽畳む、羽角か、この角を畳むって工程がありますね、スティールベイは。でこうやってあげて、はい、でこうやって下に下ろして、で、はい、このように、はい、沿わせてあげて、はい、こっち側も沿わせると。で、はい、背中くっつけて、ここのギザギザも、はい、くっつけます。はい、こっち側もこれをくっつけると。このスティールベインはこのギザギザのくっつきが、なんあ、まあ、できたか。はい、できました。はい。OK です。で、この後ろの羽も、ちょっとこう、畳んであげると。はい。で、最後に、この、さっきのね、この剣を持たせてあげれば、はい。これで、スティールベイン、ロボットモードになります。いや、めちゃくちゃかっこいい。本当に。この、今までのトランスフォーマーで、こういう本当の騎士、まあ、この最後の騎士王が円卓の騎士っていうのをあのモチーフにしてるので、騎士が結構出てくるんですけど、こんなガチ騎士がね、出てくることあんまなかったんで、しかもこのガチ騎士がドラゴンっていう空想上の、あの生き物になるっていうのがなかったんで、本当このスティールベインはね、今までのトランスフォーマーの中でも結構異質な存在なんですよね。で、面白いんですよ。はい。じゃあ、こっちのスカリトロンもやっていきましょう。スカリトロンは、一部、この、スティールベインと違う造形箇所があるんですけれども、はい。まあ、変形は同じです。ということで、ちょっとやっていきましょう。はい。また、この足を、ね、こう、下に持ってきてあげて、で、こうですね。はい。尻尾を畳んで、で、こっちも、はい、頭をこう畳んであげると。はい。で、こうですね。はい。で、ここの、はい、胸を下ろしてあげて、はい。で、ここの背中くっつけて、で、はい、挟み込むと。こっち側もね。挟み込んで、あげて、この、あれですね、翼畳んで、腕を下ろして、はい。で、こうですね。やってあげて、で、この剣をね、また持たせてあげると。はい。これで、スカリトロンもロボットモードになります。いや、どうでしょうか。ちょっと、一旦、んスティールベインと、クリムゾンフレームをちょっと比べますか。はい。こうやってね、はい、比べましょう。こんな感じになっております。やっぱ顔がだいぶ違いますよね。こっちはちょっとおじさん顔で、こっちはもうシンプルかっこいいね、甲冑のね、見た目になっております。で、あ、ここの、このスティールベインは、ここの部分、前だれ。これが軟質なんですよ。こんな。ちょっと柔らかめの素材でできてるんですけど、多分ここも変えてますね、これ。ほら、これちょっとデザインが違うもん、ほら。あ、素晴らしい。なんか、これも相まって、ね、中国っぽさが出てるんだな。はい。で、この腕の横のね、この足の部分、足だった部分とかも違いますし、この武器も違いますし、で、この背中に羽があるかないかも、だいぶ違いますよね。はい。っていう。あ、面白いね、これ。うん。この羽がない分、だいぶスッキリしてますよね、背中は。うん。この羽あるのもめちゃくちゃかっこいいですけど、こう、ドラゴンから、こう、変形したんだな、みたいな感じが出てて、いいですね。はい。で、スカリトロン。このスカリトロンは、スティールベインと違う箇所は、この顔ですね。この顔の造形がもう、朽ち果てたゾンビみたいな顔になってるので、うん、すごいですよ。はい。っていう箇所が違うかな。あとは普通に塗装が、ね、全然違うっていうぐらいですかね。この二つに関しては。うん。っていう、まさかこのスティールベインの方が3体目出てくるとは思いませんでしたね。はい。
で、この当時のスティールベインがね、もうめちゃくちゃ言われてた、もう賛否両論あったんですけど、それめちゃくちゃ言われてたのが、もうゆるゆる関節がっていう、この今僕もう接着剤で結構もうガチガチにもう太らせてるんで、こう結構いい感じの渋みになってますけど、最初はね、ほんと遊べたもんじゃなかったんですよ、本当に。この腕とこの足、うん、でここもだったかな、ここの根元の部分とかももうガチガチに太らせたんで、今だいぶ遊びやすくなってますけど、当時はね本当にもうそれが大変で、パーマネントマットバーニッシュ使ったりとかしました。はい、このスカリトロンも一緒でなんですけど、今回のクリムゾンフレームは最初からちゃんといい渋み感で、このそういうパーマネントマットバーニッシュとか接着剤とか使わずにもうちゃんと渋み維持できてるので、これはめちゃくちゃ嬉しい、本当に素晴らしいですね。はい、まあ、っていう感じでしょうか。で、あと一応このドラゴンストームも変形面白いのでやっていきましょう。いや当時ね、学生だったんですよね僕で、お金なくて、当時ね最後の機種で買ったやつがスティールベインとボイジャークラスのメガトロンだけだったんですよね。それしか買えなくて、もっと欲しかったんですけど、コグモンとか、うん、ニトロゼウスとかね、うん、欲しかったんですけど、それしか買えなかったっていう記憶がありますね。だからドラゴンストーム最近買ったんですよね、これ実は。めちゃくちゃ変形面白いですねこれ。はい、ここのロックね外してあげて、で、ここのここにもロックがあるんで、はい、外して、で、なんとここで分かれてるんですよね。ほら、こういうなんか蛇みたいな一体と、もう一つこの足とかこの側、これだけでも成り立ちそうだけどね。はい、これを構成している一体っていう、面白いんですよねこの分け方がまず。はい、でこれ結構変形複雑で、ここのまず足ですね、前足をいい感じにこう内側に持ってきてあげて、でここの顔出します。はい、頭があるので頭出しますと。でこれをこうだったかな、こうか、はい、こんな感じで内側に持ってきてあげて、で畳むと腕を、はい、こんな感じで、で内側にしまいます。反対側もこうやって、はい、ぐるっと回転して、この竜の首が腕になるので、はい、この隙間にこの前足入れて、で外側に竜のこの首を持ってってあげるっていう変形ですね。はい、でこうやって、はい、この腕をねこうやって持ってきます。はい、でこんな感じでちょっとここ浮かせます。ここの部分こうビチッとやっちゃうと変形できなくなっちゃうんで、こう浮かせますと。で、そしたらここをこうパカッと閉じると。はい、さっきと同じように、はい、ここなんかいろいろ噛み合うんですよね、ここのピンたちが、このピンたちがこう噛み合ってくれて、はい、 OK、 こうなります。で、ここですね、一旦足をこれ今こうなんか鳥足みたいになってるんで、これを関節ちょっと伸ばしてあげて、はい、カチッて言います。で下からつま先を出してあげて、くるっと回転させる。はい、これで足になります。反対側も伸ばしてあげて、ひっくり返して、でこうですね。でここは内側にこうやって持ってってあげて、ギュッと、はい、やってあげれば、はい、これで腰完成するので、最後腕ですね、腕はここ開いて、で中からこの腕が出てきて、はい、こうですね、で前向けると、はい、そうするとこのドラゴンの顔がこう見えなくなるっていう、これも面白いですよね。はい、でこうやって反対側も同じですね。はい、こんな感じでやって、で前に向けると、で最後この羽ですね、羽はこうやって内側に全部こう畳んであげます。こんな感じで、はい、こうやって畳んであげると、
はい。そして、外したこの剣ですね、剣の方をこう持たせてあげます。はい。で持たせてあげて、はい、これで1体目完成になります。これがドラゴニカスですね。はい。でもう1個の方いきます。はい。これこっちもおもろいんですよね。はい。まずここにもう全てがもう詰まってます。これをこう回転させて、でこう腕こうやって伸ばします。でここに、はい、拳が収納されてるので出してあげて、でこのように、はい、こう回転させて腕を構築します。で頭をくるっと回転させて、こっちが正面になりますと。はい、こうですね。で肩開いて、こっちの部分もさっきと同じようにこうパネル開いて、ドラゴンの腕後ろにやって拳出して閉じて回転させると、はい、こんな感じになります。でそしたらここ、この大きいこの部分を背中にくっつけるとこれ結構思い切ってますよね。これがここでなんかこう回転してこうガバッとこうつくのかなとか思いきや、もうこのままこうつけちゃうっていう、このね、うん、こういうねクレーターがある状態っていう、面白いですよね。でこの足をこう伸ばしてあげて、はい、この尻尾の方はこうやって畳みます。あ、すごい、見てくださいこの質感。だからこういうなんか鉄くずみたいなのが全部こう集まってできてるみたいな見た目なんですよ。これがもう全部みたいな。だからこうオレンジとかないですよね、確か劇中のドラゴンストーム。全部こういう、うん、なんかすごい針金とかなんかこういう、なんかこういうのがくっついてるみたいな、うん、見た目してるんで。はい。で、こうやって、前向けてあげて、足も前向けて、はい、こっちは結構変形簡単ですね。で最後このなんかメイスみたいな杖みたいなやつ持たせてあげれば、はい、これでストームレイン完成になります。いや、ドラゴンストーム面白いですよね。ほら、このなんかボイジャーか、ボイジャー2体分なのかな、これのこうロボットが合体してなんかでっかいドラゴンになってるみたいな。今までそういう映画のキャラでそういうのってあんまなかったと思うんで、本当にこれは面白い、なんかすごい挑戦的な変形もしてたしね、いいですよね。はい。でこうスティールベインとかと並べるとこう一回りね大きい感じになります。はい。いや、っていうね、こうやっぱ最後の騎士王のこの甲冑たちって結構ね、珍しかったんで、まあそのロストエイジの時に、まあ、ダイノボットたちが結構甲冑感ありましたけど、まあ、ここまでねザ甲冑でもうなんかシンプルでみたいな見た目はなかったんで面白かったんですよね。はい。で、はい、で今回出たのがこれですよね。はい。クリムゾンフレーム。いや、まさか本当にこのね 7年越しでしょうか、6年越しでしょうかにこれがまた出てくるとは思いませんでしたね。まさか。しかもトランスフォーマーがこのなんか干支をさ、あ、やばい、こう干支をこうちゃんとね、大事にしてるっていうか、干支の関連のやつ出してくるとは思いませんでしたね。だからめちゃくちゃ嬉しいですね。はい。だから待って、去年はウサギでしょ。ウサギだとあれか、ムーンとかしか思い浮かばないですが、ムーンとか、あとあれか、てかセカンドにいるか、あのウサギのやつ、白いやついるか、あれぐらいしか、そう思い、今パッとはちょっと思い浮かばないですけど、うん。で今年はこのこれがまさかの、ね、出るっていう面白さがありましたと。でね、ウシとタツミミーだから次ヘビか。ヘビは結構いるんじゃない、ね、ビーストボーズにもいますし、あとあれもいるな、リターンズにもいるよね、コブラのやつが。でコブラか、だいたいコブラだ。ヘビ、純粋なヘビっていない、もしかしてみんなコブラかな。あとだってあのフューザーズの、フューザーズだっけ、あの
っぱり名前忘れちゃいましたけど、あのね、サソリとヘビみたいなのも、コブラか、あれもコブラか。待って、コブラしかいないのでは、ヘビって。もしかして、はい、まあという感じで、他にトランスフォーマーでこういうドラゴンじゃなくて竜のやついましたっけ。ちょっとヘビいっちゃいましたけど、先に竜のやつっていったかな。なんかこういうドラゴンはめっちゃ思い浮かぶんですけど、こういう中国の羽がないこうニョロニョロしたヘビみたいな竜っていうのあんま思い浮かばないですね。ちょっとなんかそれっぽいのある人、ぜひちょっとコメント欄で教えてください。はい、ということで今回のクリムゾンフレームのレビューこんな感じになります。いや、もう個人的にはすごい大満足ですね。なんかいろいろ、なんかこうここもうちょっとこうだったらいいのになみたいな部分がだいぶ回収されてたんで、本当にすごいいじりやすいなと思いますね。うん、なのでこのなんか記念にもなるしね。はい、ということで、あんまりなんか稼働とかやってなかったですけど、このねスティールベインの方はね稼働がすごいんですよ。本当に稼働めちゃくちゃあるんで、ちょっと持ってない方ね、見つけたらこのスティールベインでもいいんで、ぜひ購入してなんかこうポーズとかいろいろ撮らせてみてください。はい、こんな感じでね、いろいろポーズを撮らせることができるんでね、はい、やってみてはいかがでしょうか。この台座もあるんで、だいぶこう躍動感あるポーズ撮らせることができますね。はい、ということで今回の動画以上になります。いいなと思ったからぜひチャンネル登録、高評価、 X、 TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルッケルでした。